放送席、そして会場のファンの皆さん、見事なストレート勝ちを収めました東レアローズ関選手に来ていただきました。ナイスゲームでした。ありがとうございます。今日はホームゲームということで、かなり力も入ったと思いますけれども、素晴らしい試合しましたね。ありがとうございます。中1週間あって、先週試合がなかったんですが、だいぶ準備期間もあったと思います。どういうふうなことを重点的に準備してきたんでしょうか。1週間空いたということで、準備する期間があったんですけど、その期間 もう試合と同じような雰囲気で練習をするというところで、毎日チーム練習だったりをとにかくもう熱量を持ってやることを頑張っていました。そして今日はスタートから素晴らしかったですね。サーブで得点を重ねました。あのシーン振り返っていかがですか。やっぱりスタートを走ろうっていうのを
チームとして意識して入ったので、そこで最初に流れを作れたということが今日の大きな勝因になったかなというふうに思います。そしてその勢いがもう最後まで持ったというふうな感じがしましたが、そのあたりいかがでしょうか。中盤厳しい場面もあったんですけど、今日はサイドアウトが機能して、そこからのディフェンスというのもこう練習してきたことがうまくはまったなというふうに思います。最後の第3セットはかなり追い上げられましたけども、結局相手に先行かれませんでしたね。あのあたりどうだったんでしょう。やっぱり流れが悪いとこう自分たちのバレーができないというところは今シーズンの課題なので、こういう競った試合でも我慢して勝ち取ることができたというのはすごく自分たちの大きな成長になったかなというふうに思います。レギュラーラウンド始まってまだかなり、先は残ってますけれども、ここまでを振り返ってチームとしてはいかがですか。いい試合悪い試合たくさんあったんですけど、こう悪い試合があった後にはしっかり自分たちでミーティングをして、次の試合に向けてこういい準備をして、こうだんだんとチーム力っていうのも高まってきたのかなというふうに思うので、これからもっともっとチーム力を高めて強いチームになりたいと思っています。ご自身がトスを上げる中で気を使っていること、注意していること、どういうところでしょうか。とにかくもうアタッカーに託すっていう気持ちを忘れずに、こう自分たちのアタッカーにしっかり声かけをするというところを意識してやっています。そうですか、はい。まあ、今日のようなゲームを、ね、この後も続けていってほしいと思いますけれども、まあ、明日もまた同じカードがあります。明日そしてそれ以降に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。いつも応援ありがとうございます。今日のこのようなホームゲームの会場でたくさんの方に足を運んでいただき本当に嬉しいです。もっともっと強いトーレアローズになれるように頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まず関選手にお話を伺いました。しばらくお待ちください。さあ続いて石川選手です。はい、石川選手ナイスゲームでした。ありがとうございます。スタンドからの拍手を聞いてどんなお気持ちですか。スタンドからの拍手をお聞きになってどんな気持ちですか。はい、たくさんの方が本当に会場に足を運んでくださって、その中で本当に試合ができるってことは本当に嬉しいことだなというふうに思います。先週1週間ゲームがなかったんですけども、石川さんはどういう準備をこの試合までにされたんでしょうか。はい、まあ、1週間空いたところもあるんですけど、個人的にはやっぱりディフェンス面の部分でやっぱり崩れてしまう部分が多かったので、そこは意識しながら練習はしていました。今日の試合においては石川さんご自身良かった点あるいは反省すべき点あるとしたら、具体的にどういうことが挙げられますでしょうか。そうですね、やっぱり、ま、自分が決めきるっていうところでは、まあ、良かったのかなって思う部分もあるんですけど、はい、やっぱりサーブのところで少しミスがあったなって思うので、そこは明日修正していきたいなって思います。まあ、アタックもサーブもそうなんですけれども、つなぎの部分ですとか、たまにトスを上げたりするところを見てますとね、本当に石川さんきめ細かいなというふうに感心して見てるんですが、そのあたりの意識というのはいかがですか。チームでもやっぱり2本目のセットっていうところでは意識してやってるところなので、まあ、そういう自分が攻撃しないときにやっぱり前の選手にしっかり決めきれるようなトスを上げようというふうには意識しています。そうですか。今ちょっと黒子さんがね体調崩されてますけども、石川さんに、かかる期待っていうのは大きいと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。やっぱりチームとして全員で戦うっていうところはあるので、やっぱり誰が出てもしっかり勝ち切れるチームを作っていきたいなと思います。そうですか。はい、今日も素晴らしいプレーだったんですが、今後に向けてそれでは会場のファンの皆さん、そして、全国で応援してくれているトーレファンの皆さんに一言お願いいたします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。たくさんの方が本当に足を運んでくださって、その中でやっぱり私たちが熱いプレーで皆さんに元気をお届けできたらなと思うので、これからもたくさんの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トーレアローズ石川選手でした。放送席どうぞ。